ち上げた右腕は天を見さしております。とてつもない磁場がね、今横浜武道館にある中でノアの風景を変えるのかっていう一戦ですよね。さあ踏み込みの力の使い方が非常にうまいですね。そしてショルダースルー、ハイアングルのショルダースルー、カウント2、危ないところでした。そうなるとジェイク選手の余裕が徐々に剥がれ落ちると思うんですよね。まあ、スタミナと同時に余裕を剥がれ落としてなんとかね、あの勝利をつかみたいという。おっと、バックドロップ、いや高いな、やっぱ押し込みてんじゃねえ。お、鉄柱、鉄柱を振っていった。どけ、ジェイクの荒っぽい。ちょっと松木さん、ジェイクの顔つきが変わりましたね。あんなに、そっちまで、こんなに変わるの、態度すごい。うわ、ジェイクが本気になってきた。全然違う顔。お、やめ、ジュニアのも、おっと、マットを剥がします。もう下はフロアです。抜き出しのフロア、やばい。この硬い床に何かしようというのか、ジェイクリー。いや、皆さん、ちょっとジェイク荒っぽい展開にしてますよね。そうですね、まあ、清宮選手が、ね、最初荒々しく仕掛けたので、まあ、それを返しているという形ですけども、うん、ちょっと手がつけられなくなってますね。ディディディ、いや、マジ、もう点を突き刺しました。さあ、ジェイクがすかさずいきます。ラッピングのキック、いきなりギアが上がったジェイクリー。この点も変えてくるのはきついですね。20分経過。やばい、あっと同時めスリーパーです。斉藤選手、この組み立て方が、試合の組み立て方がまたこのジェイクは独特ですよね。独特ですね。でも理にかなってますね。平常心を保たないと。ジェイクは技をほどいた、カバーに移行します。カウントが進む。そしてブーメランフォアーム、キャッチされた。ベアハッグ、そして叩きつけた。ブームランコアが2発で終わった。一つ一つの動きにやはり躍動感、今日ちょっと清宮選手変えてますね。そして D4C の対戦、いや、ロープに叩きつけます。これは食らったら危ないですよ。さあ清宮、うわー、投げた。おー、今椅子が揺れましたね。なだれ式のこれ、ベリートゥーベリーか。カウントが進んでしまう。危ない、倒れない。ただダメージはしっかりと与えられてますよ。そうですね、もう何発もエルボーがノーガードのジェイクに入っています。お、ジェイクエルボー、さあジャンピングに、うわー、ジャイアンツクリック、2つの膝、カウンターでいきましたね。清宮の様子を見ながら近寄っていきます。さあ、ガットレッチ、あ、ドクターボム、豪快なドクターボム、カウント2。さあ、タイガー、おっと、これは変形タイガードライバーか。元日の剣王戦でも見せた、はい、森津戦でも見せた、タイガードライバーを移動するんですが、さあここはドロップキックに切り替えました。ジェイクが膝をついています。さあここで変形シャイニングザード、おっと、キャッチされたか。ジェイクがなんとそれで持ち上げてラストライド、キャッチ、おっと、ここは清宮が食らいついていく。35分経過、ジャイアントキリング、これは清宮選手、体中浮いてましたよ、今。内臓、大丈夫ですかね。そしてバズーカ発射、人間バズーカ砲、ジェイク・ブーツ、タイトル移動、タイトルが移動しました。うわ、ああ、中島勝彦、
勝彦来たぞ。いや刺激的だ。本物のノアを俺が見せてやるよ。俺がノアだ。改めて今日から俺がノアの舵を取る。第42代 GHC ヘビー級王者ジェイク、鬼が進むと言われている初防衛戦です。対してはこのタイトルを2度制しています中島克彦、第28代36代王者。前蹴りに近いのか、特に危ないこの蹴り、オーバーハンドのようにラリアット、にやりと笑う松木さん。もう本当一つの動きが止まりませんよね。止まらないですね。木で中島トップロープ、ナックルきましたね。ナックル、そしてすぐさまジェイクデッドリードライブ。中島ならばと肘、下からの攻撃、ごつりごつりと骨と骨、きしむ音に聞こえる痛みの戦い。これで腰へ。中島選手これちょっとダメージ大きいですよ。まともに食らいました。そしてここでコブラツイストの体勢、拷問式。井上さん、そうですね、これで大阪では動けなくなって止められてしまいましたよね。やばいやばい。認めてはいませんでした。そうですね、ただ動けなかったですからね。動けなければレフェリーもね、プレーの危険だと判断して止めざるを得ないですよね。中島選手動きたいですね。そうですね、またあの大阪と同じ状態に落とし込まれてしまう勝彦。これです斉藤選手、すさまじい角度ですね。そうですね、あでも一旦踏みとどまった。そして足にナックルパート、序盤足を蹴ってたのが有効になりました。ジャーマンスープレックス、すぐに立つ、走り込んで胸板にキック。2人と早い、ならばチャンピオン右ハイド押し打ち。いやこれ相打ちです。お互いとなるとこれか、中島バーツからスパイクは見せに終わった。そうですね、まだか、でも一撃食らわせたことには変わりない。いや正確に、さあ的はもちろんただ一点となると、その力使うかのようにコーナーに乗せて腹部に一撃。中島克彦やはり猿もの。斉藤選手、はい、頭もフル回転ですね、これ。いや、フル回転してますね。さあ、そしてランニングローキック、これが勝彦の言う一発一発か。カウントはまだ2つ、中島のナチュラル。さあ、この瞬間狂気と狂気のぶつけ合い、仙台にバーツガム、スパイク、スパイク仕切った。ジェイク終わりか。カラシの領域、その手に捉えた。ジェイクまだ真剣に、さらに抱え上げた、切り返し取り寄せ、すごい立ち上がる、アイキッククラス、へそ投げ式バックドロップ。高さありましたね今。でも絶対にジェイクにもダメージはある。目を向いた、マリナミヤコリ、狂気と狂気。さあ今一度狙いはお前だ。真正面からの右足、終わった。串刺し、串刺しではない、リング中央フロントハイキック。ジェイクの一撃はこのフロントハイキックでした。さて次はどうしようかな。次は
さて次はロッカー間もねえってことですよね、井上さん。いや、やはりノアのね、象徴、ノアを旗揚げから支えてきた丸藤直道だ。今この前には俺より強いやつ、俺よりすごいやつたくさんいる。だけどな、腐っても丸藤だ。お前が舵を取ろうとしてる船に乗ってたら船酔いしちまいそうなんだよ。俺が本当の舵の取り方を教えてやる。この最高峰のベルトが争われます。参戦わずか3ヶ月でノアマットの頂点に上り詰めたジェイク・リー、2度目の防衛戦です。挑戦者はノアの象徴丸藤です。さあ放送席ゲストは松木皆さん、武藤圭司さん、そして斉藤昭俊さんです。さて武藤さん、はい、この2人ともですね、武藤さんよくご存知だと思うんですが、この戦いいかがですか。俺が、ね、チャンピオンだった時とちょっと丸藤シチュエーションが似てるよ ね、 そうですね。あの時も戸澤の、ね、それまで戸澤だった俺がベルトを取ってね、俺はね、丸藤とやって負けて落としたんだけど、ね、なんかその時とシチュエーションもちょっと似てるなと思って、そうですね、ジェイクの顎に手をかけます。グッドルッキングが世界観対決になってますね。逆水平、ジェイク受けます、出します、サイドヘッドロック、ジェイクがロープを振っていく。ジェイクだ。さあこの身長差です、16センチの差がある。しかし丸藤はこの大きな相手と戦って、そして自らこの道を切り開いて、おっ、ただいこのストンピングがないぞ。ジェイクがロープ振っていく、ショルダースルーの体勢、ハイアングルショルダースルー、高い、丸藤がバックに回る。さあこれは丸藤のトラップか、いや持ち上げた、ジェイクボディスラム、ジェイクが危ない、ブレンバスター、危ない、何をやるんだ、あまだ落とさない、あジェイクのスキック、ジェイクが投げ切れませんでした。さあこの位置で、この位置でシュライニングやるの、ここでシュラヌイ、エプロンのシュラヌイ、さあやはりこれか、駆け上がるシュラヌイ、抱えた、しかしジェイクが軽々と返していく。丸藤はトップロープに乗せました。この辺が体重差か、危ないですね、丸藤選手ただでさえコーナー高いのにさらにジェイク選手の身長加わりますからね。お、ここでバックハンドでのバックブロー、何やんだ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 、おっと持ち替えた、何やんだ、知らぬいか、なだれ式知らぬい、ジェイク選手の身長を利用しましたね。あ、そうですか、もうならば余計に早く決着をつけたい。さあここからコブラクラッチ、腰シットからジェイク、そしてガンガン三段式こう防がれた、ジャイアントキリン、おっとレフリーを使う、レフリー踏み台してこう、レフリーダメじゃん、レフリーないじゃん、レフリーないよ、もう俺は引退してるからね別に俺はもうなんか怒りに間に合いないですよさあジェイクに狙いを定めた丸藤、仕上げ、コブラクラッチ、そして進行、さあこめかみを打ち抜いたぞ、カウント3入らない、さあジェイクハイブック、今斉藤選手は足をうまく折りたたみながら至近距離から行きましたね。そうですね、一瞬の先行でした。ああ、ハットキリング、今のは効いた、やばいな、
15分。丸藤さあいった、ジャイアントキリング、位置がコーナーじゃなかったのでジャイアントキリングでセットしましたね。完全に照準に収めた。バズーカ発射、さあ象徴よ、バットに沈む。ジェイク防衛、帰ろうとしているそこの杉浦選手、あなただよ、あなた、そうシンプルに言うよ、俺あんたとやりたいんだわ。カイトじゃないんだ、俺が丸さん負けたしな。ジェイク様、何卒試合よろしくお願いいたします。井上さんしびれますね、はい、杉浦の表情かなり気持ちが入ってますね。やっぱりねこのねシチュエーション本当にね全てが杉浦選手のために整えられたと言っても過言ではないね。本当にこの大歓声もね聞いても分かる通りそれをね全て背負ってますよね杉浦選手は。杉浦が受けに回っている、しかしエルボー、さあ下から振り上げるようにいきます。あっと鉄柱、ジェイクがエプロンに立っている、走り込んだ、エルボーが、皆さんエルボーですかね今ね。そうですね、エルボーで迎撃しましたね、マットを離しましてもうこのフロアむき出しの状態、コンクリートとほぼ同じような形です。そこにネックスクリーン、ポートル、音が、53歳の最強のおじさんが入りました。すごい、6月13日は伊沢光晴さんの命日。杉浦選手いつもねあの腕の力だけでフェイスロック決めるんですけど今日足右足をね相手のフックしてますからね、やっぱりどこかで意識してるかもしれないですね。今その自分の体内に流れるこのエメラルドグリーンの血、さあそのノアの血にかけて負けられない。15分が過ぎました。 GH ヘビー級選手権試合は60分一本勝負です。さあジェイクの膝があるぞ、ブラックジャック、うわすごい高さだった今ね。またいきます、杉浦が背中にエルボーを放っていく、そしてボディだ、汗の散り方がすごい、その威力を物語っていく。シシク無表情になりました、無の表情になりました。ちょっと背筋がゾクゾクっとしますね。しかしすぎる、あっとなんだ、エルボーを腕です、いや上にかち上げた、さらに膝、あっと杉浦がフロントで記録、ここでいった、すごい、さあ体重をかける、うわ決まり具合どうですかね、これこれはもうでも絞るしかないですよね。さあジェイクは耐えています、ぶら下がっているような状態、技は決まっています。これ全体重がかかってるってことですよね。そうですね、そうですよね、しかし、なんと D4C、 これは技術とか理屈じゃないですね、パワーですね。 FBS が飛んでくる、危ない倒した、そして足を取った杉浦、アンクルホールド、しかしまだ不十分、うわジェイクが腕に蹴り、的確ですね、ハイキック、さあバックドロップ、2階からのバックドロップ、ライアー定めた FBS、 予選スラム、うわすごいな、ジェイクの欲しかった刺激なのか、まさに劇薬のようなこの杉浦隆、火の玉のような男であります。さあ杉浦、ジェイクに真っ向勝負、
これが俺の生き様と言わんばかりに一心不乱にエルボーを浴びせていく。あ、ジェイクも皆さん逃げませんね。ワンツー、おー、ワンツーエルボー、まあ顎ですか、振り下ろしました。下から打ってる方が不利なんですよね、上から打つ方が力入りますからね。そワンツーエルボー、そして膝、ジェイクも倒れない。おー、ラックラックで3発入れました。吠えた、ビッグオセンス、いやこれは決まった。ガチガチ入った入った、カバー抑えろ、さあ帰り咲き、いやうわ今入ってたんじゃないの、レフェリーが意識を確認。そうですね、ちょっとジェイクが朦朧としているようです。さあしかしそれでも構わず行く、もう止められません、杉浦。ただ100発やられたら100発返す。おっとバックルも、ああ、入っていく。そしてジャーマン、一気に来たジェイク、ジャイアントキリング。なんで急に動き出して、まあ、この時を待っていたのか。さあ行くジャイアントキリング、すごい音した。いや立ち上がる杉浦立つ、ジャイアントキリング、もう一発、返せ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 、打ち抜いた、チェックカット、杉浦アンチから出ました。さあおっと、ここでジェイクリーが姿を現したようです。 GHC のヘビー級チャンピオン、お前の GHC、俺が取りに行くぞ。そんな強い潮崎豪が帰ってきた、ならば私の次の仕事は、そんなあなたをまた深い海の底に沈むこと。だがなぜ、なぜ私がここまでそんな大それたことを言えるのか。それはだな、それはだな、私が今ノアの舵を取っているからだ。沈ませてやるよ潮崎号。ジェイクリーは潮崎を終わらせるつもりです。